ははいこんにちはガンと辿るワイルド7今回は「運命の7世」その18回目です前回までのおさらいですもはやワイルドもねヒバと草並みだけになってしまいましたヒバは潜入中だったんですけれどもそのヒバがですね殉職したヘボピーや親分そしてユキたちにそっくりなロックバンドを見つけてで彼らに「 ワイルドの制服を着せモデルガンを持たせて肉鉄をかく乱そして軍師をあぶり出して軍師を始末するという計画を立てていたんですけれどもヒバと草並みの連絡員をやっていた歯医者さんこれがですね肉鉄のね、えー、幹部っていうかまあ手下ですねに、えー、白状させられてしまいまして拷問を受けてね。 でどうもヒバの計画及びヒバが潜入捜査官だったということが露見してしてまいそうな感じです。一方肉鉄はですねそのグループを拡大するためにですねこれぞと目星をつけたですね、企業の経営者この、えー、娘さんたちこれをですね誘拐してあげく手首に爆弾が仕込んである外れない 綺麗な、えー、腕はこれを、まあ、プレゼントというかですねつけさせた状態で戻す家にでその近所にベートーヴェンと言われるね改造車両これが来てですね、えー、ある一定の距離の中でそのベートーベンの曲を引き出すとですねバーンとね手首がね吹っ飛んでしまうというそういう脅迫で M&A を進めているととでこれを阻止ししようとした草波と。 賢治海外に逃がし,しめば音が届かねえじゃねえかということである飛行機を使って海外にその女子高生たちを逃がそうとしたんですけれどもなんとその飛行機が、まあ、偶然なのかどうかハイジャックに遭ってしまって飛び立てなくなってしまってるとでそこにベートーベンが来ちゃえばバン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 やられてしまうわけですね。でさらにさらにさらにイコちゃんと忍べいがですね はい、たまたまその飛行機に乗り合わせて今ハイジャック犯の魔の手に落ちてしまっているんですね。で当初ですねベートーベンなんかどうでもいいと俺は軍師を倒すんだと独自にも動いていた暇なんですけれどもいいこと忍べえが人質になっちゃったら話は変わるよねということで、えー、空港に駆けつけようとしているところでございます。 さて今回はねメーカー名とか特にね申し上げないというかクイズにしましょうこれね正解は今週のサンリボでということになりますはいではねちょっとね角度の問題があるんでね見やすいようにぐで玉にの乗っけちゃいましょう改めかなハンマーをのっければいいかはいじゃあ本編の方ね入っていきたいと思います今日はなんかキンキラキンですねこれねはいはいはいこの,こ,のこの辺か かねはい、ちょっとねこのアルタモントのグリップの色が背景と被っちゃってますけれどもねではねちょっと眺めていただきながら本編の方入っていきたいと思いますひば慌ててまずボンに来てます状況確認ですねでどういうことなんだということになると「えクイズタイム試食」「タイムに食べる」と書いて、えー、その番組があるそうです でインスタントヌードルのメーカーらしいですけれどもねその食品の、えー、食品会社の企画する、えー、検証でハワイ旅行が当たったらしいですでっってていいううう子がそ風うううに言ってますでこの留守番してるねボンで働いてる女の子がですねまさに両国そっくりの顔してるんですね <laughs> あの体,型と体型は痩せてますけれども小さくてねもう眼鏡といいもうとにかく。 えー、両国ののものですねでその子はねハイジャックのことなんて知らないんで「えー、今日の104便で立つ」って言うから今頃は徳川空港徳川空港ってところの空港ですね。はい、羽田空港のことでしょうおそらく徳川空港飛び立つ頃ようれしそうな顔が目に浮かぶわーっていうね、えー、そのお留守番のこの話を寂しげに聞きながら、えー、火花が出ていくとそこに、えー、カットとして。 ショットガンを肩に抱えた仮面ライダーのお面をかぶったハイジャック犯の元で怯えるイコトシのべイのカットが挿入されています。はい、でそのね徳川空港、ね、女学生たちが乗ってるその104便に向かってねベートーベン改造車両あのゴミ清掃車に改造してありますねこれがね猛スピードで走っていきます。 射程圏内、まあ、簡単に言うと音波の届くところに入ってしまったら当然そこに乗っている女学生たちの手首のバンバン爆発当然ね、えー、イコちゃんとシべベも無事では済まないだろうということになりますね。でハイジャック犯、えー、今ねコクピットにいますねでそこで機長にねガバメントを突きつけながら我々の言うことがはったりかどうかは1分後にはっきりするだろうと。 つまりこのハイジャック犯もですね爆薬を使って飛行機をジャックしているようですねでそのハイジャック犯がコクピットから機長を促すように指を差し向けた先に走っているモノレールがいきなりグワーンと爆発とハイジャック犯これは予告に過ぎないよとだからわざわざ回送車両モノレール回送車両だったんですね、まあ、それが爆発すると 今のは予告だと。で次は人のいるところの、えー、爆弾を爆発させるぞということですね。今のところですねハイジャック犯のね、えー、この要求っていうのは特に出ていませんね。でそのハイジャック犯が、えー、もろもろを引き起こしている事件をですねはいヒバ、えー、はですねボンからですね空港に向かう途中ですね そこで、えー、河原でたむろしている暴走族が、えー、バイクのハンドルにぶらら下げているラジオから聞きますひば変なこと言いますね「妙だな爆,しよう爆薬仕様とは打ち合わせが違う」って言うんですけれども要はひばはですね偽ワイルドが、えー、指示通りに肉鉄をか乱するためにハイジャック事件を起こしたのかななんて思ってたみたいですよ一瞬。 ところがやっぱり爆発は使用爆薬は使用しないということになっていたんでこれは本物のハイジャック犯だなとここで判断したんですねでその、えー、ラジオがぶら下がっている暴走族のバイク女性ライダーですねこれ女性の暴走ライダーとか女性の暴走族ですねはい最近で言うとさレディースっていうんですか最近じゃねえかはいということでねそのバイクをね日は当然カップ 払いますそうするとその女の子が「待ちな!」って言ってヒバにしがみつくとヒバとそのまあ女の子がタンデムっていう形になってブワーッと失踪し始めます。当然他の暴走族追っかけ回すわけですね。河原でののねね、まあ、バイクででカーチェースになります、ね、でここでねヒバがね頭の中で回想します。 ニセワイルドを使ってハイジャックさせようと打ち合わせた木は肉鉄の局長が大阪に出張するときの104瓶をやろうとしてたということでヒバがニセワイルドを使って肉鉄を脅そうとしてたのとは違う瓶これが104瓶だったということですね。をねえ斜めに、 ジュリジュリ,ジュリあのタイヤをね後輪を滑らせながらね走っていくヒバ後ろにねその女の子がひっついてますんで結構ねコントロールが難しいんですねでだんだん暴走族たちの中からね脱落組が出てきますねはいつまり砂利でコーナーをリングをしようとした時にハンドルを取られてザザザザザザッとね顔がねもうぐちゃぐちゃになったりでそれを見てねヒバが後ろに乗っかってる女の子にね お前が後ろにそうやって離れるとハンドル取られるぜとさっきのあいつみたいにフランケンシュタインみたいになっていいなら離れてろって言うとですねそのレディースはビビってピタッとヒバにくっつきますそうするとね一人やっぱうまそうなね暴走族のやつがついてきますねそれがね副長らしいですこの暴走族のチームで行き止まりのところに大きな土手が出てきますこういう風な感じの土手ですね さあ、ここで追い詰められるのかと思ったヒバ。土手に思いっきりね後ろに女の子を乗っけたままドーンとね、えー、乗り上げていきますで女の子がねプロのモトクロッサーが挑戦して足の骨に本当持った難所なのよってねヒバを止めようとするんですけどもヒバは一言俺もプロさと言ってブッとねすごい勾配の土手ですねわかりますよね 土手をね斜めに上がるんじゃないんですよ土手を縦にそのまま断ち切るように上がるわけですね絶対これ夢見ますね私だったらね多分あのダメになると思いますでね今私ねこれ50年以上ぶりに気が付いたんですけどこの難所と言われている土手ここにですね「二郎」とかね「坂本」って書いたね石が ね、普通の,しあの,あの大きな石にね名前が彫ってありますねつまりここに挑戦して亡くなった人の名前なんですかねそこをひばがグワーッと上がっていきます土手の高さ自体これね絵で見ると1 0ルぐらいありますねこれを見たね下の暴走族たち当然ビビってしまうんですけれどもこの副長と言われるリーゼントの男だけはですねクソって言ってね行くわけですねである程度登りますけれども途中で ね、バイクがプッと後ろを向いてしまってそのままバイクごと急降下で落下してボキッボキボキッグシャッって音で自分のバイクに潰されてこれはアウトというような描写になっていますそんな時ヒバはねついにね土手をね上りきってガードレールをも飛び越えて上の方に行きますそうするとね あのひばを追っかけてた暴走族の連中がね「やった!」とかって言って喜んじゃうわけですね。でさっきのねヒバをなじっていたそのバイクの元々の持ち主のレディースもね「あんたやるのねー」なんて言ってねうっとりした顔でひばにしがみつきます。とヒバはね「いつまでしがみついてんだよさっさと降りなエッチ」っていうわけですね。はい、とね女がね「冷たいこと言わないでよ」と「あんたかっこいいわ」と「あんたならサブボスになれるわ」 副団長ですね、さっきの副長ですね、えー、バイクの下敷きになっちゃったこれの代わりになれるわというわけですねでバイクもあげるわだから仲間に入んなよっていうとヒバはねありがとう喜んでバイクだけはもらっとくぜっていうわけですよで女は怒ってね汚いよっていうわけですねって言いながらですねあんたがいくらうまいったってボスにはかなわないやとあんたの行き先にはボスが待ってるんだと。 でであんたの死体をを見に行っっっててててやるから覚えとい言言ねうわけです、まあ、ヒバはねボスだか何だか知らねえが俺はシノベート以降ハイジャッカーの野郎をぶっ倒して助けるんだって言って言いながらどんなボスでも蹴散らして通ってやらってバイクを走らせていくと。で連載の時はここで一回続くんなったはずですね。でこちらはもうちょっと進めていきましょう。 えー、爆薬を仕掛けられれているると思われる、えー、104便この、ねえー、機内はともかくですね、えー、外にいるあの整備員たちですねこれが一生懸命、ね、爆弾を探そうとしてね、あのーまあ、貨物として運ぶ荷物を全部バラバラにしてみたりね、はい、もちろんね、えー、ギアですね、あのー、足、まあ、簡単に言とタイヤですねその辺のところも調べたりしてるんですけど見つかりませんと。 でで機動隊員ですかね警察官ですかね、これが警部、トランク開けてみましたが、えー、どこにもありませんなんて言ってね、そうすると、この警官たちがね、喉が渇いたっつってね、自動販売機でコーラを飲もうとすると、なんとその、ゴトンと出てきたコーラの缶が爆弾で、グワーん、まあ、警官ね、2名ね、やられてしまいましたね。でこののね爆発した自動販売機っていうのは ハイジャックされた104便のすぐそばにありますんで当然爆発音は機内にも聞こえるはずそんな中ね「キャー」っていうね、えー、乗客たちの声が出ると「騒ぐな」っていう「仮面ライダー」の面をつけた別のハイジャッカーこれはですね M29 の6インチぐらいを持ってますね。 そんな中、ヒバは一生懸命バイクを飛ばして、で、徳川空港っていうところはですね、まあ、簡単に言うと羽田だと思ってください、東京湾みたいなところにあるわけですよね。そうすると、ヒバはおそらくですね、神奈川県方面から向かっているわけです。と、えー、湾の中をぐるーっと迂回するよりですね、ここからここまでね、ショートカットした方が早いということで、えー、肉鉄の、ねえー、船、船舶を使ってね、俺を運べと。 いいうようよなことをね今言っていますでそのためには許可がいるっていうことをその肉鉄の、まあえー、船会社の人間ですかねこれが本部に確認したいということで電話をするとその頃ちょうど先ほど申し上げたとおりヒバと草並みの連絡員をやっていた歯医者さんこれがねもう拷問を受けてね全部入っちゃったんですね当然ですね 副副長長長じゃないい次長都市さんというね彼はもうヒバの正体を知りましたでそういうところにまあ次長っていう次長向けにその船舶会社から電話がかかってきてで、まあ、ここにヒバがいるっていうことがバレちゃうんじゃねえかなとで次長の方は別の電話で肉,た肉鉄関係の、えー、全てに手配しろと。 ヒバを見つけ次第ガードマンに急放せよということで肉鉄の悪徳ガードマンたち喪失道でヒバを捜索に出たというところですヒバは何にも知らないでその船を使うためにえ電話が出たら自長と直接話そうとしちゃってるところですねところがですねそんなヒバがえ受話器を取った時にバウ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 ってものすごい爆音が来ました。 どうも先ほどの暴走族の残党そしてあの女の子が言っていたその暴走族のボスと言われる、まあ、ヒバよりもどう見ても上手とあの女の子が言ってましたねそれがヒバに追いついてきたようですさてヒバはこの暴走族たちとの交渉をクリアしてイコとしのべを救出することができるんでしょうかと。 それ以上に分からないのはどうやってヒバがハイジャック感をねいくらヒバでもねもうドア閉まってますからね飛行機のねどうやってね助けるんでしょうかというのは次回のお楽しみということですそしてこのリボルバーもね次回のサンリボでね詳細ねお話できたらと思いますということで「がんとたどるワイルドセブン」今回は「運命の7世」その18回でした。 よろしければまた来週ねお目にかかりたいと思います。ではまた。